久保さん、久保さん、お金が届きました。お金が。こちら。お金が届きましたよ。札束いっぱい入ってんじゃないですか、ね、これね。久保さん。札束いっぱい入ってます、多分。はい。これはですね、モニターアームってやつなんですけど、今僕、あの、 34インチのモニターをこの前買ったんですね。34インチの。で、結構重いんですよ。で、モニターアームでこうぶら下げてるんですけど、前使ってたモニターアームが、その重すぎて耐えられなくてこう下がってきちゃうんですよ。で、今回いろいろ調べたら、これが出てきて、で、これは耐えられそうっつって。で、今、あの、昔に比べると、モニター、あの、この、 ワイド型のモニターがだいぶ出始めてるんですよね。しかも安く。で、こう在宅ワークとかで、その、デスク周りとかの動画が100万回ぐらい回ったりとか、要はデスク周りの環境をどうやって整えるのかみたいなシリーズ結構バズったりとかしてるんですね。で、さらにそのモニターアーム、その34インチでかいモニターアームで、何のモニターアームすればええねんっていうね、悩み、こうずっと出るんだと思うんで。<laughs> 動画のネタで一生結構つけ一生ではないですけどまあまあずっと使えるんじゃないかなってこれめっちゃちょっとレビューしようかなと思ってます <laughs> 事前リサーチもしてますからね <laughs> これでいっぱいちょっと動画撮ろうかなと思いますねロングでもありますねこれ多分ね、うん、だって僕と同じように困ってる人絶対いると思うんですよ大きいモニター買ったけどその大きいモニターをあの普通のアームじゃちょっと対応できない部分はあるんですよね なんで、これはいいっすね。はい。で、今回のテーマは、あのー、なんだろうな。まあ、お金が届いたっていう話はまあ、まあ、なんだ。まあ、レビューすればね。あのー、小銭稼げるんで <laughs>。いくらでも多分。うーん、なんやろな。その、まあ、リサーチっすかね、事前に。まあ、久保さんのナイ,ライナイトライダー2000も、多分まあ、経験値から。 まあ、ナイトライダー2000をね、あの、レビューしたら、まあ、アクセス稼げんだろうな、みたいな <laughs>。まあ、もともと多分あったと思うんですよ。まあ100、100%当てられるかどうかはわかんなかったけど、まあ、多分いけんじゃねみたいな絶対あったと思うんですよ。経験だったりとか、その、リサーチしていく中で。うん。だから、あの、何かを買うときって、あの、セットなんですよ。セット。これ結構、久保さん大事ですよね。何か商品を買うときは、セットで考えると。 セットで何を考えるかというと、情報発信ありきのセットで買,買うっていう、これをすると、まあ、この前ね、絶対回収マインドっていうお話をしたんですけど、商品を何か買うときに、事前に、まあ、ぶっちゃけその商品を買うときって情報をリサーチしてるわけじゃないですか。何がいいのかなっていう。 で何がいいのかなって情報をリサーチしていく、調べている、つまりそこでもう情報が出ている情報発信者がいるわけですよ。そのキーワードとか、そのものを扱ってレ,レビューしたりとかしてる人がいるんですよ。だつまり自分が買いたいなと思った商品を調べる、調べて出てきた情報ですよねで。その情報を発信してる人はもうそこに行き着いてるわけですよ。で、実際自分がそこにアクセスいってるわけですから。わかります <laughs> だからこのねパラドックスパラドックスというかこの仕組みですよねネットの構造ですよね何か自分が困っている何か欲しいものがあった場合ネットで検索しますで出てきますつまり出てくる情報っていうのは発信者がいてその発信者はそのアクセスをもう稼いでるわけですよ僕はそのアクセスにね誘導されたわけですよねだからそれを逆手にとってあこれ自分もできるやんっていうあこあこれ結構いいなみたいなだから多分ねこれを 一般のその情報発信をするっていうのが、デフォルトというか、まあ標準でね、まあ、情報発信ありきの人じゃないと、この感覚はないと思うんですけど、これを持つと、マジでね、全部お金に変えられますよこの。このセット、セットの考え方ですね。何かを買う時のセットの考え方。情報発信をセットにして買,買い物をすると、まあ、そこからお金を生み出せるってことですね。うん で特に、まあ、アクセスを稼ぐ、こと、まあ、広告収入を入れるんだったら、まあ、アクセス稼げば広告入るんで、まあ、広告ビジネスできますけど、プラスそこから人を集客して、自分で商品持ってるんだったら、それをフックにして自分の商品を売っていくっていうね、ナイトライダー2000っていうフックで、もちろんそのナイトライダー2000っていうキーワードで、ーキーワードは、そのお金を稼ぐっていうね、速化塾に直結してるわけではないですけど、まあ、 あのー、何人かはね、いるわけですよ。お金、まあそもそもお金に稼ぐっていうコンテンツに関しては、お金にゆとりがありすぎて、貯金が1000億ぐらいあって、何も不自由してませんっていう人は少ないので、どんなフックでもお金コンテンツはいけるんですよ。だってお金にみんな悩んでんだから <laughs>。<laughs> だから久保さん、まあ、僕もね、このお金儲け、お金稼げますよっていうコンテンツ。 は、もう一生僕は扱ってきますけどね。なんで一生扱っていくかっていうと、永久不滅、ポイント。永久不滅ポイント <laughs>。永, <laughs> 永久不滅の悩みなんで。お金の悩みっていうのは。うん。で、なおかつ、うさんくさいじゃないですか。お金稼げますよっていうと。だけど、うさんくさいその壁を、僕とか久保さんは、量で圧巻できるので <laughs>。この人たちこんなにやってるな、みたいな <laughs>。 <laughs> 騙す気あんのかなみたいな、そもそも論としてね。騙す気あったらこんなやってないですよね。ね。いかに楽して、騙して、逃げたいかって話じゃないですか。1ミリもないので、ね、別にそんなの。そう。だからそれは量でね、それカバー、リカバリーできるかなっていうところですね。尋常じゃないな、この人。だから結構ね、久保さん言われますもん。僕1万6000本アップしたじゃないですか。で、それ見れる、あの、YouTube のね、まあ、出てくるわけですよ。 その何本アップしてるかっていうの。なんから言われますもん。やっぱここまでやってる人いないんでみたいな。さすがに <laughs>。まあまあいないですよ。うん。そう。まあそんな感じですね。だからセットで考えろってことです。いってらっしゃい。